皆さん、ポケモンに登場したトレーナーはどれぐらい知っていますか？みんな様々なポケモンを持っていますよね。そこで今回はダイヤモンドパールで登場した謎の少年タクトについて話していきたいと思います。てや関係ないけど、チャンネル登録が2万7000人突破しました。ありがとうございます。いやー、9月中になんとか3万人いけたら嬉しいです。みんな応援よろしく。とはいけなかったら最後まで聞いててください。ダイヤモンドパールで登場した伝説のポケモンを使う少年タクトについて。タクトって知っていますか？アニメダイヤモンドパールで突然登場したトレーナーです。アニメではちょっとしか出てないのにもかかわらず、ここ十数年でもまだ記憶に残っている方は多いんじゃないでしょうか。軽く説明すると、タクトが登場したのは新王リーグスズラン大会。手持ちポケモンはなんとダークライとラティオス。残り4体は出てきていません。新王地方のチーム戦はダークライ1匹で突破したそうです。この時点で強すぎる。また新王リーグでもサトシとのバトルまではダークライ1体で勝ち進んできました。サトシとのバトルについて詳しく見ていきましょう。サトシとは新王リーグ準決勝でバトルします。まず最初にサトシが出したのはヘラクロス。タクトはダークラ。ヘラクロスがダークホールにより眠らされますが、寝言によりメガホンを打つことができます。しかしその後夢食いでやられてしまいます。次はダークライ VS コータス。解放者を打ちますが、ダークライの悪の波動で押し切られ一撃でやられてしまいます。次はダークライ VS 深丸。いいバトルをしますが、コータスと同じく悪の波動でやられてしまいます。次はダークライ VS 樹海。他のポケモンと同じようにダークホールかの夢食いで樹海がやられると思いきや、ギリギリ目を覚ましリーフブレードで見事にダークライを倒しました。そして2体目にタクトが出してきたのはラティオス。いや、ここで伝説連続でラティオス出すって思った人も多いかと思います。ギガインパクトで樹海も一撃でやられてしまいます。会場がどよめく中、次はラティオス VS オオスバメ。ラティオスの専用技であるラスターバージでやられてしまいます。最後はラティオス VS ピカチュウ。またもやラティオスはラスターバージを使ってきますが、ピカチュウはうまくかわしラティオスに乗り10万ボルトを打ちます。その後ピカチュウは振り落とされますが、落ちる最中にボルテッカとアイアンテールを使いラスターバージに対抗しますが、結果相打ちとなりサトシの手持ちがなくなり負けてしまいました。てかサトシのピカチュウめちゃくちゃ強いですよね。ほぼ無傷のラティオスと相打ちは本当にすごいと思います。最後の最後になっても他の4体は謎のままでした。もしラティオスを倒しても他の伝説ポケモンが出ていたとしたら絶望だったでしょう。いや、この前動画にしたアランもそうなんですけど、タクト新アニメポケモンのワールドチャンピオンシップスに出てきてほしい一人ですよね。もしかしたらもうマスターズ8に入ってるのかもしれません。とまあこんな感じでダイヤモンドパールに出てきたタクトについてでした。いや、こいつだったら最後の一体アルセウスとか使いそう。ちょっとでも動画が面白かったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。